私は、兄、自分、女、弟の三兄弟。おのおの家庭を持って独立しているが、兄家と自分ら実家が比較的近く、私家と弟家が同じしない程度の距離。この弟家の2番目の子が発達障害で、来年度入学する際、特別クラスになることになった。今まで全く気づかなかったが、弟夫婦が、ちゃんと、専門の機関で相談したり、検査したりした結果なのだから、間違いはない。自分たちは、自分たちにできる支援をしていこうと、今まで通りの付き合い、弟夫婦と私旦那とも話し合って決めた。が、ついさっき、弟嫁さんから、兄嫁から、自分たち夫婦の身内に障害者がいると出世に響く。できるなら、本籍から何から、すべて抜いてほしいと電話があった。と聞いた。泣きながら電話が来た。たまたま今日休みなんだが、あまりのことに、兄嫁に電話して聞いてしまった。発達といえども、障害は障害。夫、兄だけでなく、私、兄嫁自身の出世の道も阻まれてしまう。来年度までに処置をしてほしい。紛れもなく、自分の耳で聞きました。兄自身にはまだ聞いてないけど、おそらく、兄嫁と似たような思考の可能性あり。親もまだ聞いていないが、おそらく中立を保つと思われ。今、自分一人でフンガーなんだが、とりあえず、勝手に戸籍とかいじられないよう処理したらいい？短い間にありがとうございます。兄からの連絡待ちです。兄夫婦は、釣りと思われるかもしれませんが、国家公務員です。一番最初に結婚したのが兄で、私も弟も結婚する際、相手の三親等以内に犯罪歴があるかないか、極端な思想を持った者がいないか、障害者はいないかを、相手側同意の上で調べています。兄嫁はこれを理由に、調べたのに後出しはない。国を動かす立場なのだから、身内の恥をさらすわけにはいかない。あなたたち夫婦も、離婚騒ぎなど、余計なことも起こさないでほしい。とまた、私自身の耳で聞きました。公務員の世界って、独特だと思っていましたが、正直、税金を払いたくなくなってきました。皆さん、短い間にたくさんのレッスン、ありがとうございます。兄からメールが来ましたが、ダメだこりゃ。の一言です。ただ、出世云々というのは、直接人事院で調査されるわけじゃないが、足の引っ張り合いのために調べる奴がいる。そこから転落していく輩を、たくさん見たから。とのことです。だからって、まだこの世に生まれて5年しか経ってない公然否定するのは、絶対に許せません。実両親は、昔から兄弟喧嘩にも、一切中立の、適当に流していれば、そのうち片付く、という考えの人です。けど、戸籍をうんたらかんたら言ってきている以上、首を突っ込んでもらわないとならないはずなので、こっちに味方についてもらえるよう、根回ししてみる。いや、その前に、まず弟宅へ行って、弟嫁さんと話してきます。きっと、弟嫁さんの方が混乱してると思うから。普段修羅場すれの住人なんですが、かきこして頭が落ち着くって本当ですね。皆さん、ありがとうございました。あれから、プール帰りの自分の子、かける2とともに、弟宅へ行ってきました。弟嫁さん、憔悴しきってました。いつもほんわかした雰囲気の人だったのに。昼飯もそこそこに、自分の子らに、弟の子の相手をさせ、開花で大人の話へ。兄嫁は、席を抜け。の一点張り。身内から障害者なんて恥ずかしい。あなた、弟嫁さんの家系に、本当は潜んでいて、調査をごまかしたのではないか？自分たちはエリートだから。本当にこう言ったらしい。自分もかつて聞いたから疑いなし。自分たちを優先させて当然。たかが民間企業勤めと、弟は民間といっても一部上場。たかが短大卒が、弟嫁さん、養護か何かの資格あり、何を言っている。だったそうです。聞いてて、フンガーしすぎて、
麦茶をセルフでおかわり3杯しました。一応、家庭いた住人なので、今後、兄嫁や兄からメールが来たら、すべて保存。プリントアウトできたらして、可能なら自分にも転送。電話はもちろん録音。携帯にかかってきても、同じく録音。療育の先生や、臨床心理の先生などに相談する。弟には、私旦那も相談に乗るし、いつでも頼って OK。大学の先輩後輩の間柄、と、対処法をメモ書きしながら、言い聞かせるように話してきました。何より、私たち家族は、弟の子が大好きだ。我が弟は、姉として普通に思っているが、その弟の選んだあなたも、私は好きだよ。と伝えてきました。同じ親として、他に言葉は見つからなかったから、好きだ、とだけは伝えたかったんです。キモくてすまそ。けど、少し安心してくれたのか、微笑む程度に笑ってくれました。カキコしてて、フンガーが再燃したので、ちょっと頭冷やしてきます。皆さん、何度もありがとうございます。フンガー再燃も落ち着きました。弟からさっき連絡があり、今夜うちに立ち寄るそうです。弟嫁さんの憔悴っぷりがあるから、旦那を派遣しようか?と言ったのですが、下の子が来客があると寝ない性質のようで、早めに仕事を切り上げてくるそうです。弟の好物でも作って待ってようと思います。進展があれば、またお知らせいたします。赤の他人に、いろいろとありがとうございました。あの後、両親は、高学歴の兄夫婦に口答えすらできない人なので、父方のおじさんを頼って、中に入ってもらいました。兄夫婦の言い分。弟夫婦を離婚させて、障害のある子を弟嫁に引き取らせる。おじさんが、お前ら、高学歴のくせにアホか。たとえ、お前たちのために離婚して、弟嫁さんが子供を引き取っても、その子がいるという事実は消えない。それとも何か?お前らは、あの子を殺せと言いたいのか?と怒鳴ってくれた。兄が、そこまでは言わないが。と口ごもったら、おじさん、兄をぶっ飛ばした。おじさん、土建屋の社長さんなんだよね。がたいもいいし、筋肉隆々。兄嫁が激高して、存在が迷惑なんですよ。死んでくれたらありがたい。と怒鳴った。おじさんが、ぎろりと睨んで。ほう、その言葉、ここにいるみんな忘れんからな。遠慮しなくても、親族ろうとう、お前んちとは縁切りだ。弟も、嫁んちに婿に出す。これ以上、弟嫁にいらんこと言ったら、マスコミにこの件売るぞ。それから3年、弟嫁の婿にまで入ってませんが、今は、弟嫁の名字を名乗ってます。子供も、知的には全く問題なく、それどころか、かなり IQ が高いので、好きな勉強がすごくできます。人間関係は苦手なので、小学校でも支援級で指導してもらい、弟嫁が付き添って、そういう塾に通った成果が出て、落ち着いてます。本題ですが、人間、自分の言ったことが、跳ね返ってくるもんですね。兄から、3年ぶりに、父に連絡があって、兄嫁が高齢出産した子供が、ダウン症だった。兄嫁が、こんな子供いらないと大騒ぎしていて、兄は困惑していて、兄嫁実家に、お前の血が悪いってなじられているんだってさ。今頃になって、自分の下、弟嫁に対する言動を後悔してるって言ったそうだが、遅いわ。